ございます。今回は愛車日誌パート2、パート1から、まあ、結構時間経ちましたね。半年以上前ですか。あれからですね、2、3度通院しまして、まあ、右上の歯が、まあ、治りましてね、まあ、銀歯も入れたんですけど、そっから行ってません。サボってました。サボってる間にね、前歯が大変なことになりました。やばいねってことで、今日からまた歯医者に通います。治療終わりました。前歯2本を同時に治療を始めました。隙間を埋めてもらいました。次が、2週間後になるんで、頑張ってこの歯で耐えたいと思います。さっきパンを食べてたらですね、こうなってしまいました。俺の前歯がマジで喋りづらい。タバコも吸いづらいしさ、正直焦ってはない。もともと治療してた歯だし、ちょっとさっき急遽電話したら今日の2時に来てくださいというわけで、これから歯医者に行っていきたいと思います。おいおい、マジかよ。翔でですか、見てもらいたいものがあるんだけど。いいです。前からカメラを向けられてよかったこと試しがない。僕の前歯です。これお前前歯、小倉デニッシュに倒されました。小倉デニッシュに倒された。小倉デニッシュ食ってたら亡くなった。え、こいつに、うん、まあ、アンパンにやられてんの。アンパンにやられた。はこれ小倉デニッシュ茶色いの。いや違うよ。これ何、それもう汚れ虫歯よ。キモー。うーいいしてよ。ちょっと待てよ、ちょっと待てって。いいしてよ。いくよ、うん、3、2、1。え、あるじゃん。歯ができました。おお、はい。え、これ何、レジンかな。あ、左はもともとあった歯なんだけど、うん、それも削って、うん、で右の歯になんか支柱立てて、うん、作ったの歯を、うん、でそれにかぶせ物的な感じで履いたのがこれ。これまだ仮だから。お前じゃあ虫歯直すとき一回パッとんの。そう。え、それ外せんの今。いや外せん、自分じゃ。どうやって食ってるの。あるんでしょう、なんかしらボンドが。本当に歯医者のこと何も知らんかった。あ、そうなの。そう、いやそういうもんなのよ、うん、見た目すごい良くなってる。そう、前よりか全然ね、うん、良くなったから。あれ、なんか声のトーン高くなってない。うん、いやめっちゃ嬉しいよ。もうチューできんじゃん。なんかチューのハードル結構下がったの。一番主張してくる前歯から、うん、一番綺麗だから今、うんうん、白くて。前歯の横に1個穴開いてるけどね。そう。で、他の歯は今どうなってるの。変わらず非常に悪いです。どっちの方が大事なの、奥と前って。奥歯じゃないの、飯食う時とかって。まあ、飲み込めばいいから。よくない、よくない。いや、飲み込めばいいから。飲み込めばよくない。飲み込めば食えるから。だってお前ステーキとか食えないじゃん。ちっちゃくして飲み込むよ。いやいや、害出てんじゃん。これアンパンに取られたの。怖っ、そんなのっちゃうんだ。パンはマジで気をつけた方がいい、本当に、うん、この声がやっぱり、この引っ張るのがやっぱ危ないから。いつから奥歯で噛む喜び知らないんだって。もう1年ぐらいですね。何食べたい。まあターキーレッグかな、ディズニーシーの。あれ食いてえわ今。あれ歯いける。うん、後か関係なく食べたい。じゃあ歯で食えなくなったものは。ガム、案外柔らかいものの方が敵なんだね。そうよ、固いものより粘着力のある方が怖い、うん。あ、そうなんだ。そうそうそう。これ歯医者日記の動画なんですよね。はい、急にね、動画でこんな綺麗な歯見せてもみんな困っちゃうんで。困んない。みんな困っちゃうんで。困んない。どうしたってなっちゃうから。今後まだ歯に隙間がある動画とかも上がると思うんだけど、うん、もう6面は治ってるんだって思いながら見てくださいね。あれは過去の6面だって。なるほどね、うん。それを伝えるための動画なんでね。うん、ということで、歯医者日記、ここからね、順調にやっていけるかなって思ってるんで、これからもよろしくお願いします。頑張ってください。はい。